東京大会の成果はこれらが合わさり、神聖で力強く、それでいて温かい光となって、日本全国に一つ一つ希望を灯していってほしい。暗闇の先の一筋の光として、まさに希望の道をつないでいくことを願っております。この1年間、世界中が困難な状況となる中、聖火は静かに、しかし力強く灯され続けました。